ん今日はジェジュンさんのトークから韓国語を勉強しましょう。トしまンギスよ、アジャン、アニャン、ブズダブルン。トシマンギスよ、アジャン、アニャと話しました。意味は、もっとひどいのがありますかという意味になります。はい、細かく見ていきますと、トはもっとという意味です。 そし四万藝の「しま」の,の部分は原型は島だ「しま」だひどいとか激しいという意味を表す「しま」だから来ていますそこに「にんげうんげいっそよ」をつけることで「何々することがありますか」という語尾をつけて「ひどいことがありますか」という意味になりました はい、ではここでこの「島だという表現ですねひどい激しいという意味の島だ「島田」「島田」を使った例文で「島田」を覚えてみましょうそれはやりすぎじゃん「くごんのむ島じゃな,島じゃなあんまりやりすぎないでね」「のむ島げはじぬば」「のむ島げはじぬば」 これはひどすぎですね。いかん、島軍よ。いかん、島軍よ。ひどい、激しいという意味のこの島だの類義語として。よく使われている、表現がもう一つあります。ドム肌、ドム肌。これも島だと同じようにひどいという意味として、よく使われていますので、一緒に覚えてください。今日覚えてほしい単語です。 もっと더더ひどい激しい 심하다, 심하다, 더더 심하다, 심하다. <목소리도> 풀어졌어, 이거 <지금. 목소리도> <목소리도> 아직 안 끝났어, 이거. 네. <목소리도> 재종 씨, 안, 뭐야 더 심한 게 있어요? 아니아니 <목소리도> 아니, 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 아니 <목소리도> 르죠 나는.